ということでいただいてます。お二人ともちょっとシンキングタイムでね、考えてくださいね。普段の生活がのぞける質問いかがですか。何でしょう。朝起きて起きました。昨日コンディションを測れる、はい、セミってこういう、はい、測るやつあのベルトみたいになってるやつですかね。ピッてシール貼って、はい、それを測る、はい、毎日それをやらないとダメなんですよ。さすがプロ、まずそれをやりました。そしてコンディション測りました。その後はどうですか。ご飯食べます。朝ごはんはじゃ あの洋食派ですか、和食派ですか。パン。おー、意外ですね。パン派。なんか一緒みたいな声とかで、ちょっと洋食ですね。なるほど。で、朝ごはん食べて、練習に向かう。練習。なるほど。ありがとうございます。さあ、それでは秋山選手もせっかくなのでね、お答えいただきましょう。いかがですか。朝ごはん。はい、まず朝ごはん食べます。ちなみに、和食派ですか、洋食派ですか。パンもご飯も食べる。食べないんですか。何を。おかずだけ。炭水化物は取らず、小麦系も取らず、おかずだけ。ちなみに好きな朝のおかずというのは。ウインナー。ファンの方みたいな感じでうなずいてらっしゃいます。シャウエッセン名前まで言っちゃいました。シャウエッセン食べてらっしゃるそうです。ありがとうございます。さあ、どんどんいきますよ。いいですか。こちらはですね、大阪市、こちらも平野区にお住まいの糸川さんとお呼びするんでしょうか。タイトな日程で疲労がたまることもあると思いますが、疲れを取るために心がけていること、リフレッシュする方法は何ですかというふうに質問をいただきました。お二人のリフレッシュ方法をぜひ教えていただきたいなと思うんですが。真面目な質問ばっかですね。結構真面目な質問ばっかですね。あの次にじゃあ、あの素敵なやつご用意しているので、女性がときめくようなやつをいいですね。ご用意してますので。待って、マジで。お。よく疲れたな、銭湯。はい。リラックスするような。銭湯でファンの方に声かけられたりとかないんですか。たまに。やっぱりあるんですね。そういう時どうされるんですか。いや、まあ。ありがとうございます。なるほど。声もかけ。見られるから。そうですね。銭湯ですから、裸のお付き合いは。そうですね。あの、そういう時はじゃあできる限りそっともしていただきたいような。そう、いやでもまあ体の付き合いということです。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。いかがですか。僕も銭湯行きます。お、行くんですね。どうですか、銭湯。どうして好きなんですか。やっぱりリフレッシュ。やっぱりファンの方には声かけされたりとか。かけられないですか。本当ですか。じゃあゆっくりと楽しんでるわけですね。じゃあぜひぜひファンの方見つけていただけたらね、声かけていただきたいと思います。場所どことかに飲めた、はい、めっちゃ答えましたね、ピンポイントでありがとうございます。さあ、それでは今日ですね、お二人のためにすごいたくさんの女性の方がいらっしゃるので、女性について、まあ、伺いたいんですけど、まあ、最近セレジョと言ってね、ファンの女性の方が毎日の練習場にも通ってくださっていますが、まさしくセレジョについてどう思いますかという質問を、東大阪市の藤川さんからいただいてます。いかがですか、セレジョ。いや、まあでも、セレジョってやっぱ言ってますけど、はい、しっかり自分たち応援してもらってるんで、はい、すごいありがたいですし、みんな可愛いんで、おー、綺麗な方も多いんで、私もそうですけど、そうですね。もう皆さんニヤニヤ前からすごいですよ、景色が。なるほど。そうですね、本当に感謝します。ありがとうございます。秋山選手いかがですか。僕も一緒ですけど、
綺麗な人多いんでこっちが出れます。こっちが出れてしまう。あのさっきの質問でも実はあったんですけど、あの自分のユニフォームを着てくれているファンの人をどう思いますかっていう質問もあって、そのあたりいかがでしょうか。いや特にやっぱ嬉しいですけど、嬉しいし、まあその人お、なるほど。やっぱりこうピッチから見てても自分のナンバーは目が行きますか。えぐまいですね、えぐまいですね。あんまいない。いや、どう見ない。見ないですか。今日ちなみにファンですという方、お二人はほら、こんなにもいらっしゃるじゃないですか。少ないな、ブーイングが出ましたよ少ないってブーイングが出ました。あ、ありがとうございます。皆さんね、すごい手を振っていただいてますが、さあ、そして女性についてどんどん質問していきますよ。して好きな女の子のタイプは、大阪市の木下さんからいただきました。女性のタイプ、おお、どうですか。これはどうしようかな。これどうしましょうかね。もう皆さんドキドキして待ってますからね、お答えはね。本気のやつ言っていいですか。本気のやつ言っていいですいや、でもちょっとやめとこうかな。いや、行きましょうせっかくなんでね、ファンの方そこが知りたいですよね、本気のやつ。もしかしたら僕が好きって言ったら、明日からスタジアムに僕が増えていくかもしれない、来シーズンよく、はい、よく笑って、はい、あの明るくて、はい、笑顔が素敵な人と、はい、と皆さん満面の笑顔でお願いしますよお尻が大きい人。お尻が大きいの出ましたいいですね、本音が出ました本音が出ましたよ。いつも聞きました。本当ですか、やっぱりお尻フェチいかがですか、今日これは何やろ。お、隣から爆弾発言が。何やろ、聞き取れた方だけ聞いておいてくださいねだそうですよ。じゃないですよ、見た目、はい、なんかふにゃーってしてる人好きです。ふにゃー、それは分かります。杉野選手も、おー、柔らかい雰囲気の方、なるほどなるほど、が好きという。ツンツンしてる人、杉野選手はツンツンしてる人がいい。分かりましたね、お二人のタイプ。なるほどなるほど、どんどん踏み込んで聞いていきましょうか、女性陣の方ね、どんどん行きましょうね。じゃあ仕草あたり行きましょうかね。書いてないんですけど仕草あたり読んでいきましょう。あの好きな女性の仕草、はい、仕草いろいろありますね。ちょっと胸がキュンとする仕草も聞いていきましょう。難しいな、なんか女性の質問で終わりそうな気がしますね髪かき上げるのは、はい、ちょっと一番好きです、ね、髪をかき上げるのが好きということですよ。おるなおるなおるな、お、かき上げてるかき上げてる、皆さんどんどんかき上げていきましょう。みんな見てるな髪かき上げてる人は大体好きです、ね、大体好きです結構多いですけど結構多い、みんな好き、みんな好き、そうですか、上手ですよ、いかがですか秋元選手ない仕草は、ふわっとしてるのがやっぱりベスト。寝顔とか、はい、お見たことないですけどそうですよね、寝顔とか見たらふにゃっとしてると思うから、なるほどなるほど、いいなと思う。想像の世界でね、それはね、想像の世界で大丈夫でした、大丈夫ですよいやーっていう悲鳴が出てきましたけど、だそうですよ。さあ、あとですね、ちょっとどうしてもこれだけ聞いてほしいっていうことがあるので、少し路線が変わりますが、伺ってもいいですか。じゃあ路線このままでいきましょうか。わかりました。一応聞きましょうか。杉本選手にどうしても聞きたい、生野区のおすすめの焼肉屋さんを教えてくださいって、まあ、でも出現するかもしれないポイントなのでね、ファンの人もしかしたら知りたいかもしれない。
まあ、生野区じゃなくてもおすすめの焼肉屋さんがあれば教えてくださいという、豊中市の堀切さんからいただきました。お二人にね、あ、じゃあ、わかりました、わかりました、わかりました。デートで行くならどんなお店をチョイスしますかっていう、そういう感じの質問どうですか？わかるんですか？ニヤ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 。デートで行くならどんなお店を？行ってないな、行ってないな、そうですよ。ファンの方ニヤ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 、増してく増してく、ニヤ気が増してくね。でもあんまり、なんていうんですかね、綺麗すぎるというか、はい、おしゃれすぎるところはあんまり好きじゃないんで、はい、あんまこう、固くなってしまうので、はい、逆にそういう焼き肉とか、どっちかというとこう、なんていうんですかね、ローカルな感じのところを僕は思いますね。そして、じゃあ、まあ、ここも踏み込んでいきたいなと思います。おすすめのデートプランとか聞いてみましょうかね、せっかくなんでね。デートプラン？デートプラン、こんなことしたいな、彼女とこんなことしたいな、好きな人とこんなことしたいな的なのもちょっと聞いておきましょうかね。せっかくなので、本当にこんな質問ばっかりで落ちまう感じですか？シャッターチャンスですよ、照れ笑いですよ。デートとか分かんないですね。おお、意外や意外。映画とか、映画とかどっちかっていうと、じゃあプランは決めるよりも決めてもらう方が好きとか、そんなんですか？いいかな。おお、なるほどなるほど。行きたいところをリクエストしてもらえたら嬉しいような。とかでも自分が行きたいと思ったら、すぐ行きたいから、その時は自分から。おお、なるほど。行こうぜ行こうぜっていう、そうですよ。今の隠せなくてよかったですね。心に残しておいてくださいね。ありがとうございます。さあ、続いて秋山選手お願いします。まずは、じゃあ、デートに行くならこんなお店がいいなっていうお店から伺いたいなと思います。僕もそんな硬いとこ嫌なんで、はい、焼肉とかは行きたいですね。おお、人気ですね。そしてじゃあ、おすすめのデートプラン、こんなとこ行きたいなみたいなのがあればぜひ教えてください。アクティブなんで、はい、アクティブやなっておっしゃってます。朝から、ちょっと遠いところに、京都とか奈良とか、食べ歩きとか。お、いいですね。そういうのしたいですね。お、なるほど。今紅葉もね。どうぞどうぞ。京都に星野リゾートっていうところがあるんですよ。そこ行ってみたいな。行ってみたいな。募集中ですか？行ったことないんですけど、ちょっと行く人おらんから。もう募集中ですか？募集中です。募集中ですだそうですよ。ニヤ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 ってしてますけど、本当にこんなお話をさせていただいている間にもうそろそろお時間が来てしまいましてですね、まあ、せっかくなので今日ファンの方もね、集まっていただいているので、最後にファンの皆さんに大輝の意気込みと、そしてメッセージをお願いしたいなと思います。バトン渡した。まあ来年 J2 ですけど、必ず1年で無敵の力を増して絶対上がりたいと思うので、ご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。まず、今シーズンタイトル取るという目標を掲げときながら、J2 降格ということになってしまって大変申し訳ないと思っているので、まあ、来年は1年で本当に J1 上がれるようにしないといけないと思いますし、自分たちもそういう覚悟を持って臨みたいと思っているので、引き続き熱い声援をいただけたら、やっぱり本当に応援してくれてる皆さんのために頑張らないといけないですって本当に思うし、
そういう声援というのは選手は投手してくれるんで、しっかり引き続き応援よろしくお願いします。ね、来シーズンもここにいるファンの皆さん、セレッソのことを応援しておりますので、また活躍を期待しています。本日お二人の選手にお越しいただきました。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。